おはようございます。たまです。学園ヘブンやっていきましょう。前回海野ちゃんのラブラブエンドを見て、もう一つのねエンドの方をね取ってきました。殿様と一緒っていうやつです。これはですね、海野ちゃんとデートのお誘いでね、動物園に行きましょうっていう時に、動物園はちょっとって言ってね、ケイタくんがお断りをすると、海野ちゃんは動物園に行って、ケイタくんは殿様のお世話をちょっと頼まれるんですよ、一日ね。それでその時に殿様との選択肢でね、殿様にお手を教えてみたり、一緒にお昼寝したりとかして一日が終わるっていうイベントが出て、それで海野ちゃんが帰ってきてね、でその時に殿様が謎の鍵を持ってるんですよ。で、謎の鍵がチャリンって出てきて、あれ何の鍵なんだろうって言って、その鍵の言及があと全然ないまま終わるんですけど、多分殿様が海野ちゃんが出かけるときに戸締まりをきちんとしてくれてたっていう描写だと思うんですね。それでこっちのイベントを見ると、木田さんのイベントが全く出なくて、木田さんからDVD ラムを盗まれるっていうことがね、なくなるんですよね。それでこのイベントが登場するということでですね、これをね、見ていこうと思います。それでは、いきまーす。はい。MVP 戦が終わって、和樹にね、まあ、セリフだけなんですけど、あって、海野ちゃんがね、お願いを圭太君に譲ってくれて、圭太君は学校にいることができましたっていうところからの、お話ですね。ここからやっていきたいと思います。それでね、伊藤くん、僕もいろいろと考えたんだけど、僕ね、この学校の先生は辞めて研究所に戻ろうと思うんだ。え、戻るって？どうしてですか？海野先生がこの学園を辞めるだなんて。まさか学校の先生が嫌になったとか。そんなことはないよ。僕は今でもこの学園もここのみんなもものすごく大好きだよ。学校の先生のお仕事もね。でもそれじゃどうして？だからね、僕だっていろいろと考えたんだってば。だけど海野先生、俺はやっぱり納得できない。伊藤君、ありがとね。海野先生。だけど僕はもう決めたんだ。実はもう研究所の所長さんにも転属したいって言っちゃったんだ。そんな。伊藤君、そんな顔しないで。僕は別に遠くに行くわけじゃないんだから。研究所ってね、管轄が一緒だから、ここの敷地の中にあるんだよ。敷地って島の中ですか？うん、そうだよ。ちょっと離れてるんだけどね。それでも近いんだから、会おうと思ったらいつだって会えるよ。海野先生。わかりました。でもこの学園も寂しくなりますね。ありがとう。でもそんなことないよ。
伊藤くんには友達だってたくさんいるし、みんなもものすごくいい子だもの。伊藤くんだって今まで通りここの生徒でいられるんでしょ？だから僕もこれで安心して研究所に戻れるって思ったんだから。ありがとうございます。俺はやっぱり海野先生がいないのは寂しいですよ。それじゃあ、あのね伊藤くん、一つお願いしたいことがあるんだけど。お願いですか？うん、いいかな。俺にできることなら。あのね、殿様なんだけど。殿様？うん、よかったら殿様のこと伊藤くんが預かってくれないかな。俺が預かるですか？うん、僕が研究所に戻ったら殿様は前みたいに昼間は僕の家で一人で待っていないといけなくなっちゃうでしょ。研究所の中に殿様は入れないからね。だけど殿様はずっと家の中に閉じ込めているよりも、この学園で自由気ままに過ごさせてあげたいんだ。殿様だってもうこの学校に慣れてるしね。ね、殿様。にゃーん。お願いできないかな。そしたら僕だって殿様に会いにここに来ることができるしね。あ、そうか。殿様、俺のところに来るか？うん。俺は殿様のことちゃんと可愛がってやるぞ。海野先生にだってまた会えるんだしな。殿様？殿様、キスしてくれたよ。今のキスなんですか？殿様言ってるよ、これくらいで驚いてちゃ俺の飼い主になんかなれないぞって。ダメだよ殿様、そんな偉そうなこと言っちゃ。全然、俺は殿様と遊んでましたから。そう、よかった。殿様元気？ええ、ものすごく元気ですよ。毎日学園の中を遊び回ってるみたいだけど、食事時にはちゃんと俺の部屋に帰ってきますし。そうなんだ。海野先生の方はどうですか？僕は元気だよ。今ね、新しい実験をしてるんだ。実験内容はここでは言えないけどね。そうですね。さっきまでそこにいたのに。あ、今の
殿様、また。もう、殿様ったら。すみません、俺の監視不足で。そんなの伊藤くんが謝ることじゃないよ。それより行こう、殿様を連れ戻さなくっちゃ。海野先生。はい、一緒に行きましょう。はい、こんな感じでした。ちょっとこれはね、もう飛ばしちゃおうかな。はい、殿様と一緒ね、見てきました。ちょっと今回ね、この殿様と一緒っていうところをクリックしただけだとね、後半しか出ないので、前の部分もね、ちょっとつなげてみた方が、海野ちゃんがね、学校を辞める経緯みたいなのが分かりやすいので、ちょっと前からね、撮ったやつをね、今ワープして見てきました。あれはあれでね、ケイタくんが殿様のね、お世話をすることになって、海野ちゃんが週一でね、毎回通ってきてね、それでケイタくんの方がほら、学校の先生じゃなくなったから、海野ちゃん家のね、マンションの方にも行ったりとかしてね、あれはあれでね、なんかあの関係もエロいかななんて思ったりもしました。うん、なんかあのまま行けば、そういう風にほら発展しそうじゃないですか。一番なんか他のお友達エンドも、だいたいこのまま仲良く行けば恋愛関係になるのかなっていうような雰囲気を残しつつのお友達エンドがやっぱり多いんですけど、ここ一番なんか距離近いような気がしましたね。それともう一つ、和樹さんもね、ちょっと全部ね、撮ってきましたよ。はい、これ出てますよ。赤のね、私がなんだろう、なんだろう、ここなんだろうって言ってたのも出ておりますが、和樹さんね、2回戦、MVP 戦の2回戦ぐらいからやっていこうって思ってたんですよ。というか、やってたんですよね。それで撮ってたんですけど、このバカ野郎っていうイベントがね、出ました。出たらね、私ね、勝手に約束よりも上のイベントが出るって思い込んでたんですよね。こう、和樹の謎が全部明かされてみたいな。そしたらそうでもなかったんですよ。それね、和樹の謎が全部明かされるっていうのはね、あの、このヘブン、西園寺さんが出てきて、最初にね、あれがきっかけですよね。西園寺さんがね、約束にごまかされてないかっていうもんだから、あのね、はてなはてなはてなのところを最初ね、入った時に。だからもっと超えるのがあるのかなとか、それを出すには全員クリアしなきゃダメなんだろうかとかね、勝手に思ってね、一番最後にこのイベント残ったわけですよ。で、出せたんですけどね、全然ね、私が勝手に思い込んだだけでね。それで、その謎が全部解けるのはこのね、ヘブン、西園寺さんがね、あのハテナハテナのところに入ってるイベントと思います。お前舌が回んないわ、思います。これ確認はしてないんですけど、あそこを見てからね、出たのでね。それでまずね、バカ野郎、見ていきたいと思います。バカ野郎ね、これはこれでね、私もこっちの方が好きかななんてね、動画の時言ってると思うんですが、バカ野郎の出現のね、条件は、和樹とデートするときに、お兄ちゃんのことを思い出して、和樹がお兄ちゃんに似てるみたいなやりとりがちょっとあったときに、和樹が会いたいかって聞くのかな。で、そのときに、あの、別にって、もう別に会わなくてもいい、昔のことだし、みたいな感じの方の、取って、あと最後の、最終戦の前に、
お前を信じるよっていうのを選ぶところにね、こう和樹が言ったことに対してそんな真剣にならなくてもみたいなことがあるんですね、選択肢に。でそっちを選んだらこのバカ野郎が出てきますね。それではそっちを見ていきましょう。ワープします。あの、伊藤啓太です。どうぞ。失礼します。え、あの、俺、伊藤啓太です。いただいたメールを読んでここに来たんですけど。ああ、よく来てくれた。あなたは MVP 戦優勝おめでとう、伊藤啓太君。和樹カズ…カズキ、いや、あの、理事長じゃなくて、カズキだよな。あ、カズキ、本当にカズキ。どうして、なんでお前がこんなところでそんな格好。じゃなくて、理事長って一体どういうことなんだよ。驚かせてごめん。実は俺がこの学園の理事長だったんだ。な、お前何冗談言ってるんだよ。俺は理事長に会いに来たんだぞ。ケータ落ち着いて。これが落ち着いていられるかよ。一体どういうことなんだよ、カズキが理事長って。ちゃんと説明するから。だから落ち着いて聞いてくれよ。でも、ケータ。な、わかったよ。いいか、ケータ。俺の祖父は鈴菱グループの母体となったベル製薬の創設者、そしてこのベルリバティスクールの前理事長だったんだ。でも鈴菱グループの創設者って鈴菱って名前だったんじゃ。そうだ、俺も本当の姓は鈴菱。遠藤は母の旧姓なんだ。それじゃあ遠藤っていうのは嘘。まあ嘘と言ってしまえば確かに嘘だな。嘘。そんなに繰り返すなよ。一応悪かったって思ってるんだから。お前をこの学園に呼んだのも俺だ。理事長権限を使ってな。何か特別なコネでもなければ、君のような普通の人間がこの学園に入学できるはずがないのだからな。だけど以前から俺が理事長であることに反発していた奴らが、俺の不在の日に理事会を招集してあの退学勧告を決議してしまったんだ。それってやっぱり俺が何の取り柄もない生徒だから。取り柄がないわけじゃない。奴らにはそれが理解できなかっただけだ。何かと俺のことを不満に思っていた理事会の奴らにとって、このことは俺を辞めさせるいいネタだったんだろうな。帰ってきてお前の退学勧告について聞かされた時は慌てたよ。だから
お前が俺に話してくれた時、理事長宛にメールを出せることを教えたんだ。 MVP 戦を開くためには生徒側から何らかのリアクションが必要だったからな。それじゃあやっぱりあの MVP 戦は俺のために開かれたってこと？そういうこと。ケイタの退学勧告のことを知って、俺はすぐに理事会を招集した。俺の知らない間に一方的な理由で決められた退学勧告を許すわけにはいかなかったからな。久我沼たちはケイタのことを取り柄のない生徒だと決めつけて反発した。それで俺はお前がこの学園にふさわしい人間だと証明すれば文句はないだろうと学園 MVP 戦の開催を決めたんだ。だけどそれで文句は出なかったのか？もちろん出たさ。だがそれも黙らせたよ。俺が理事長の座をかけるということでね。理事長の座？あ、カズキ、お前、俺が優勝しなかったらどうするつもりだったんだよ。理事長を辞めるってそんな大変なことじゃないか。ああ、そうだな。だけど俺はお前が優勝すると信じていた。何度も言っただろ、俺はお前を信じているって。それでも現にこうしてお前は優勝したじゃないか。お前昔から運だけは良かったもんな。え？昔から？あ、昔からだ。これでやっとあの時の約束も果たせるよ。約束？それってどういう…まさか…思い出したか？俺がケイタと別れる時最後にした約束。あの時一緒の学校に行こうって言っただろ。あ、俺これ以上お前に迷惑かけたくないから、だからごめん。俺もう行かなくちゃ。だけどケイタ、これだけは忘れないで。この先お前にどんなことがあっても俺がケイタを守るから。どんなことがあっても俺はケイタの味方だから。離れていても俺は絶対お前のことを忘れない。ケイタのためにできるだけのことはするから。お姉ちゃん。さあケイタ、俺はもう行かなくちゃいけないから。やだ。ケイタ。やだやだやだ、僕も一緒に行く。いい子だからケイタ。ケイタはもうすぐ弟か妹が生まれるんだろ。お兄ちゃんになるんだろ。お兄ちゃんが泣いたりしたらおかしいぞ。すぐに会えるよね。ケイタ、ごめん。俺は遠くの学校に行くんだ。だからケイタともすぐには会えない。ここでお別れなんだ。お別れ？やだ。ケイタ。そんなのやだ、僕も行く。お兄ちゃんと一緒に行く。お兄ちゃんが学校行くんだったら僕もお兄ちゃんと一緒の学校行く。ケイタ、そんな。だってやだよ、お兄ちゃんと離れるのなんかやだ。僕も一緒に行く。絶対絶対お兄ちゃんの学校に行く。ケイタ、わかった。分かったからもう泣くな。いつか一緒の学校に行こうな、ケイタ。
俺とケータと一緒の学校に行くんだ。だからな、もう泣きやんで。約束してくれる？ああ、もちろんだ。本当に約束してくれる？僕と一緒に学校行ってくれる？ああ、一緒に行こう。だからな、約束だよ、約束だからね、絶対絶対だよ、絶対。ああ、ずっとこの時を待っていたんだ、お前との約束を果たせる日を、お前と同じ校舎で過ごす日を。俺、思い出した。カズキって、もしかしてカズ兄？そう、やっと思い出してくれたんだな、俺のこと。そんな、本当は最初に会った時に話してもよかったんだ。だけどやっぱりお前が自分で気がついてくれるまでは待っていようって思って。待って？俺はお前がここに来る日をずっと待っていたんだ。ケータと別れた後、俺はアメリカに留学した。経営学を中心にいろいろと叩き込まれたよ。だけど3年前に祖父が死んで、それで俺は帰ってきたんだ。そしてこの学園の理事長に就任した。お前と離れ離れになってからも、俺はずっとお前との約束を忘れなかったよ、ケータ。カズ、あ、これでお前との約束を果たせるんだな。俺の学園にようこそ、ケータ。ようこそって、そんな。ケータ、ようこそってなんだよ。あー、出ましたね。ちょっと黙ってたんですけど、なかったよね、これ。怒り出すんだ、ケータ君。ケータ、俺はカズキのことずっと同級生だって、俺と同じ普通の生徒だって思ってたのに。ねえ、なんか前の文だと、え、カズキがお兄ちゃんで、お兄ちゃんがカズキでみたいな、メロメロメロってね、なってたのにね。いいね。私もちょっとこっち派かな。いいよ、ケイタ君。カズキ、言う、いいよ。お前、俺のこと騙してたのかよ。男気あふれる。ケイタ、そんなことは。言い訳なんかするなよ。お前はこの学園の理事長なんだろ。それで俺がちっちゃかった時に遊んでくれたカズに、お前は何もかも分かってたんだよな。だけどそれじゃ俺はどうなるんだよ。そうなのよ、私もどっちかとこっち派なんだよね。あの思考パターンがね。何も知らないで、そうそう、騙されっぱなしで。そうなのよ、これじゃ俺バカみたいじゃないか。ちゃんとこのルートもね、用意してくれているというね。ケータ、俺はそんなつもりは。言い訳なんか聞きたくない。お前のことなんかもう信じられないよ、カズキのバカ野郎。感じで怒ってるし。ケータ、どうする、こっからね。あ、小梅太夫、カズキルートといえば小梅太夫。そう、こういうの、そうなの、私もそうなの。傷つくよね、手のひらでね、転がされてたんだっていうのね。
でもちょっとあれかな。見守ってくれていたんだ、そんな服着て。すごいね、瞬足で着替えたんだね。和樹は理事長なんだろ、だったらそんな生徒みたいな服着てないでスーツでも着てればいいじゃないか。ケータ、まだ怒ってるのか。あ、当たり前だろ、俺は。ごめんケータ、そんな風にお前を傷つけるつもりはなかったんだ。本当にごめん。そんな謝るなよ。だいたいどうしてそんな今まで俺に黙っていたりしたんだよ。どうして何も言ってくれなかったんだよ。ごめん。俺と約束した時ケイタはまだ小さかっただろ。だからもしかしたらケイタは覚えていないかも。そこそこな狂気だもんね。そう思ったんだ。それじゃあお前、俺が忘れてたらそのままにするつもりだったのか。お前が本当に忘れていたらそれでもいいと思っていた。カズキ、俺はそんな昔の約束でお前を縛りたくなかったんだ。お前自身が忘れているようなそんな昔の約束でなんか。カズキ、お前をこの学園に呼んだ時点で一緒の学校に通おうっていう約束は果たせただろう。だから俺はお前自身に任せようと思ったんだ。この学園でお前がどんな生活をするか、何を学ぶか、誰と付き合うか、もうね、ほぼほぼこれを最後に全員クリアしてきました。いろんな人とね付き合ってきましたよ。すべてお前の好きなようにしてもらえればいいと思っていた。だから俺はケイタに何も話さなかった。だけどそれで結果的にお前を巻き込んでお前を傷つけることになってしまったんだよ。そのことは本当に悪かったと思って、ごめんケイタ。ケイタ、やっぱり俺のことは許せないか。いろいろと話さなかったことはあったけど、それはもういいよ。ケータ、別に怒ってるとかそんなのじゃないから。ケータ、そりゃ何も言ってくれなかったっていうのは腹が立つけど、でも俺の方こそごめん。カズキ、俺いきなりいろんなことを言われて動転してそれで怒ってしまったけど、でもカズキはずっと俺の味方でいてくれたんだよな。それなのに俺、カズキの方こそ俺のこと怒ってないのか。そんなことあるわけないだろ。ケイタが怒ってないならそれだけで俺は嬉しいよ。そっか、カズキ、俺の方こそ怒ったりしてごめん。あんなにいろいろよくしてもらってたのに
俺恩知らずだよな、本当に。気にするなって。俺だってケータにいろいろ黙ってたんだから。お互い様だって。カズキ、それじゃあ改めて俺と友達になってくれるか、ケータ。もちろんだよ、俺の方から頼みたいぐらいだ。よし、これからもよろしくな。やっぱりこっちの伊藤啓太ほっぺちゅうになったね。え、どうした啓太、そんなにびっくりしたのか。だってカズキ、今のキス、ちっちゃい時にもしたじゃないか。そんな俺覚えてない。気にしない気にしない、友達だろな、ケイタ。友達って、違う、友達はキスなんかしない。細かいことだろ、気にするなって。気にする、だいたい細かいことなんかじゃない。はい、終わりました。けどなんか私スチル出し切れてなくない、これ。おまけのところで2枚カズキ出せてないやつがあったと思うんですよ。それがこのルートで出るのかなって思っていたんですが、出てないですよね。なんかどういうことなのどうなってるの。攻略サイトを眺めていますよ。ちゃんとでも出てんのかな。ちょっとおまけのところでまた確認しようかな。はい、こっちに、あれ、でもそれとなんでケイタ君入学遅れたんって、私ずっとそれが謎のままなんですが、ケイタ君が入学が遅れたのはどうして。入ってくるときにね、そういうのが明かされるのかなって思って今回もね挑んだんですけど、出なかったよね。どういうこと。まあ一応この曲ね聞いとこう、飛ばしてもいいんだけれど、そっか、ちょっと無言になってごめんなさいね。今ね、あれを見てんのよ、攻略サイトさんをね、ちょっと見ておりますわ。おまけで、残り CG はじゃあおまけで出るのかな。おまけをじゃあ次ね、見ましょう。そうかもしれないね。もっとね、まあ、あの約束が一番ねちゃんとしたエンドだったんでしょうね。私約束を超えるね、もっとなんかケイタ君がどうして遅れてとか、こうほらカズキのね、そのもうちょっと背景のね部分がね、こう入り組んだものも見えてみたいなのかなと思ってたんですよ。ケイタ君がプンツか怒ってね終わりましたね。でシーンリストでも出てるね、ちょっと 見に行こう。あ、そうね、42、43だもんね。シーンリストはね。はーい。たかだかね、これだけのことをね、私ね、
全員クリアしなきゃ見れないんだなんて言いながらね、他のキャラクターねやってきてたっていうのがなんかちょっとねおかしいですよね。これね見てた方にね、学園ヘブンねやったことのある人が見てたらね、こいつ何言うとんねんって感じなんでしょうけども、まあそれがあれなんだけどね、面白いんだけどね、プレイしてる方のね新鮮なままやった方がいいんで。あ、はい、バカ野郎です、入りましたね。でこれ多分おまけを見たら出るのかな。ね、全部入りましたよ、シーンは。で、ギャラリーがおまけ見たら出るのなら、ちょっとおまけ見に行こうかな。あそこね、カズキクリアしたら見ようって言ってたんでね。ここね、この2つ。この2つと、これね。この2つが何かあのおまけの方で出るんだろうと思います。よし、じゃあおまけ見に行こう。ちょっとねキャラクターのとこもねちょっと一応チェックしよう。久我沼さんいないの？誰のことが知りたい？あんだけね、あでも久我沼さんだけはぶられてるやんねえ。川本さんとかさ、木田さんとかさ、あ、殿様が出た柔道同好会とかが出たら、久我沼さんこそね、私ね、久我沼さんの声いいわとか芝居いいわとか散々ね、久我沼さんが嫌味を言うたびにね、絶賛してきたわけですよ。ここになぜ久我沼さんがいないっていうね。そして殿様が出てきたね。ちょっと殿様見ようじゃ。ブニャー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 ブーブとかって言うだけかな。おお。にゃあ、やっぱりにゃにゃうんにゃにゃ、いや、唐揚げ食べたらあかんからね。あかんよ、唐揚げ油やしね。あかんで、あんま13キロってかなり大きい猫ちゃんだね。柴犬ぐらいあるんじゃないの13キロって。うち昔飼ってた猫はまあそこまで大きくなかったのかな。長毛種だったんで殿様みたいにふっさふっさしてたんで大きく見えるけど、お風呂に入れたらほっそ細になってたんですよ。だから5キロなかったと思うんだけど、で飼ってたね、あのトイプーは 5.6 キロ行くか行かないかぐらいだったんですよ。一番こうふっくらしてた時で倍ありますもんね。すごいね、めちゃめちゃ大きい猫だね。ふんふん、にゃーふんふん、にゃなんかにゃ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 とかって言うのかと思ったらさ、泣いてる、すごいあれだね、短いにゃーの中にすごい意味が入ってるんだね。ふんふんふん、にゃにゃ、ほらかしこいもんね。おお、柳沢慎吾あばよ。というわけでね、久我沼さん、久我沼さん入ってないのどういうこと？これ全部見たら久我沼さん出てくるってことないのかな？殿様ね、久我沼さん下の名前なんだ。あれなんでアバヨが戻ってきた？え、あれ戻り方がわかんない。あ、なるほどなるほど。もう一個下メニューに戻る。スクロールするようになったよ。久我沼さん増えてくれ。おまけを見たら久我沼さん増えるとかないかな。よし、じゃあ戻ってですね、ここ見てみましょう。パチパチパチ。